はい、皆さんこんにちは、池田です。今日はですね、これこの中に実は僕も、借りたばっかりで、全然分かってないんですけど、セルトセルセル全然知らん全然知らんやつがここにいてですね、ツエルトっていうあのテントのカバーだけみたいなやつがあるんよ。ああ、それの、それのセットを俺が借りたんやけど、あの俺が実際に中身見る前にこの人に貼ってもらおうと思って。ああ、 T 氏に任せろ。はい、で、本当に立つのか、あの中にちゃんとパーツが入ってるのかさえも俺知らんけっていうので今回は全くの旅の達人、旅の達人 T 氏が全くの初めての、ツエルト立てられるのかやってみよう思います。なんかポール入ってるでなんかポール入ってるで立ててください。あのね、パーツが全部あるかどうかはマジで知らん。そもそも俺セルトって何なんか知らん。なんかね、三角形のやつらしい三角形のテントの中の蚊帳がないみたいな。あー、へー、セルトやつ。セッテリンみたいな感じだ。そうそう、なんかあのジョジョのあれみたいな、ポンチョみたいな。それがあなたが持ってる T 氏が持ってる装備の中で最軽量のアウトドア、テントになると思う。テントというのかな。だっけね、イメージはね、ゲームに出てくる三角形のテントの長い版。そうそう、どっちが裏なんか思っちゃうのかわからない。確かね、上に通気口があるらしいよ。あるね、これが上で、で反対側にビヨーンとこの反対側があるんよ、こいつがね。でポールで立てると。そう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 、なんかね、お前そういうの似合うよな。なるほど、分かったねやばいよ、三節コンみたいな感じで。ああ、はい、どうぞ。ちょっと見せたろうか本当に立つのか。立つのかじゃない、立てるんだよね、これが上なんよね。いや、これ刺すんじゃない。いやー、動かないよ。いやー、だってこれ、これだけ刺しても持つかいや、まあ動かないようにさせますよ的なあれなんちゃう。なるほどね。知らんけどまあ、まずはこの中に何が入ってるかね、確認しとかね。あ、これはね、これはね、ペグがないって言ってたからペグだけ入れたんよ。あー、これはね、よう分かれん。あー、これいいよね。これ俺もおすすめよ。それ軽い。あ、持ってる持ってる持ってる。あのテントにはこれ使ってる。へえ。このペグよりも軽いというか支えやすいし。ああ、なるほどね、うん、抜けにくいし。私はおすすめだと思います。はい。ただうーん、これをはははは、全く知識ゼロやけんね、これこの人。こういうのは構造は全部同じはず。いや、なんかね、俺が前見た感じだとね、こうね、断面図が三角形なんよ、本当に確かね。で両端が中にグッて入ってるんよ、中央に。こっちとこっちが何を言っとるんやこれね、絵で描いたら伝わるんやけど、なかなか難しいよね。いや、多分想像つくんやけど、刺すところが思いつかんのよねだから刺したら穴開いちゃうよ。ハトメがないしこれは未知の体験や。いや、想像はつくんよ。こうやって、すなわちこうなんか刺して、で、こういう風になるのが分かるん、うんうんうん、どうなにあれ、だからこう刺したら穴開いちゃうもんね。
これは時間かかるぞ。でもそういう感じよね。いやそれであれじゃない、これ立てて3方向にこうピッピッと貼るとか。あーなるほど。いやでもあなたのとこないもんな。なんかパーツがない。パーツあれでもこのもんなのかな。なんかちょっと穴を通すところがあるはずやね。面白いな、旅の達人もこうなるやな。それはな、説明書も何もないわ、ね、マジでわがきと構造は予想はつくんやけど、俺は想像して、あ、多分こうなんやろうなっていうのがいかんから困ってる。多分ね、どうやったかな、一回ね貼ってるのをなんか写真でチラッと見たことがある。うん、足りんもんな。できるなんかここら辺にこう刺して、でそれでこういう風に貼るんかと思ったね。これはこれ、これっぽくない。あーなるほど。外にポールがあるとか。あーそっちか。あー分かった、そういうことか。これがこう入ってよ。分かった分かった、そういうことか。ここで入って、ここがこうなって、いやこれあれよろ、下が、下を張らないと自立せんのじゃない。やろうな。でもそれ紐、紐紐がないな。え、直接これを、だからこの端っこの、あ、これをもう直接直に打つとか。なるほど、そういう感じ。ああ、それっぽいね。ここを、こんな感じで。そうそうそう、ちょっと持ってあるわ。ああ、はい。でもこれ一人でできるもんだよね。もう基本一人や言ってたよ。一人が大好きな人やっけこの人。あのあれよ、塗り師よ、塗り師。ペインター、ペインター。こうやって、あいやちょっと待って、これどうなの。シンキングタイム。まあ僕は考えながらねやっていかないといけんから。これでここが結ぶん、ここで結ぶんじゃない。これだからどうなってるんや。まずこう倒して、多分これあれやな、黄色いのずっと見てたら目がチカチカするな。そうなんや、多分だけど。なるほど。いやなんかタープを張るの一回テレビで見たことがある。基本タープは張ったことないんですよ。うん、なんか番組で見たことあるで。番組でもそれはそうっぽいよな。こうやって、でそれでこうまず広げます。でこう広げて、ここにペグを打つ。おう、で、縛る。縛る。うわ、びっくりした。蜂じゃないわ。ハエが来た。で、縛ると。縛ると。こっちも同じで。こんなんか。いやちょっと待てよ、これでえこういうことやんな。そういうことやな。引くない、なんか。いやこれでいいよ、これでいい、うん、いいよってやる、やったことないよ。これでいいよ。2.39
なるほど。カラビナかなんかつけて。ほんまに晴れるのかっていうところね。任せろって。セルドがやったっけ。え？知らんよ。え、あ、これこれこれ。ちょっとだけ夏かな。もうペグ回りすぎだね。これね、確かどっかで拾ったやつなんよね。拾ったやつ。ホームセンターで買えよ。あ、ええやん。ちょっと形になってきたやん。徐々に徐々に。ほんまに立つんかこれ。立てろって。これあのあれやん、あの公園の敷物やん。公園の敷物。もう普通にこう上に寝るみたいな。ああなるほどね。あ、こんにちは。あ、こんにちは。ラグビー。お久しぶりです。まさかの。でかくなったな。できました。あ、できた。これでこうですよ。はあ。で、これこっち、これ持っとこうか。ん？こっち持って、そっち立てたらええんちゃう。まあまあ。あ、それが引っ張るやつか。うん。これどっちに引っ張るよ。これは不安定極まりないな。多分張り方が悪いんやと思う。先生、教えてくださいよ。これで。こっちも貼って、これで、こっち、うん、いやちょっと待って、なんか足りへんよなこれ。いやこれやろ、これを、え、こう待って、え、だってどうやって支えるこれ。だってこれ力抜いたらもうすぐ行くよ。あれこれ、合ってるって。絶対なんか足れへんでこれ。いや、こうやろ。でこれを縛るってこと？もうちょっと縛ったら、これこう、こう倒れるやろ。ここにポールがあれば別やけど。これあともっとここになんか足れへんよな。足りんよな。あのこっち一本いるんじゃない？ああ、こっからこっからこっちに紐があれば。それとも本当にこんな感じするってこと？いや、それはない。それはないやろ。ちょっと待って。これこういうっぽいよな。っぽいよね。こういうっぽい。よね。これね。これね、今思った。これ。これ実は、うん、こっからこっちじゃなくて、これ実は折り返すんじゃない、こっちで、これを止めるんじゃん、ベンって。ほんまに？だからあのテントの下の部分がここ。あ、だってここのボタンあるもん、こうなんかこことここが合うやつ。これやっぱりこれ でも紐が足らんよなこれ。うん、多分もう一本こうこっちに引っ張りようのがないと立てへんよな。立たへんの。いいよな、これどういうことでしょうか。
それは俺にこれを貸してくれたあのやつに聞くしかないよ。紐をくれた。一応持ってきてるからできるけど、紐もあるマジで朝紐ある結構長いよ。結構長いよ。やってみるか。これ畳む。そうやな、うん、じゃちょっと飛ばそうか。ひとまずこういう形に今来たんですが、なんとここでよりパーツが足りないということに気がついて、紐はなんとか旅道具の中から用意したんですけど、これどうするんですか。どうすればいいんですか。多分ね、なんか足らんのよね。足りるんかな、貼り方が分かってないんかな。貼り方はやっぱ違うかな。ああ、でもこういう感じよね。なんか、まあ、こう言ってしまえばこういう感じ。ああ、でも近い近い、なんかぽいぽい。ああ、いやね、そういうことよね。ええやん、いけるいける。ああ、ぽい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 、なるほど。めっちゃ斜めやけど、ほんまこれ。合ってるこれ。なるほどな、はい。合ってるこれ。これ結構ギリギリやな。ほんまに合ってる。これはやっぱりちょっと慣れないとなんかあるんやろな、立て方が。あ、やろうね。なんか違うもん。なんかもうちょっとこうピンと張れるよね、これこういうのって、うん、これか。中央のこれでこうこういくんか。ええやん。あ、なんかぽいよ。ぽい。すなわちこんな感じになるんじゃないの。なるほど。まあざっくり。ほんまに多分ね。でもこれ安定すんのかな。まあでもまあまあまあ、まあ、ちゃんとここであの引っ張ればええか。なるほどね。ちょっと入ってみてや。うんうん。なるほどね。どうですか。いや、まあ、でも結構広いんですよ。やっぱこれはやっぱ内側やったんじゃん。ああ、やな。でここになんか物置を。ああかな。かな。なるほどな。こういう感じか。もうちょっと研究したらええよね。うん。バシッと張れるようになったら。かっこいいかもしれないね、うん、こんな感じやね。ああ、なるほどね。上で寝るの。ここにあのあれじゃん、マットを引いてる。ああ、なるほど。こんな感じで寝たりするとか。ああ、なるほどね。あ、これあ、なるほどね。やば。おい、その自転車があってここにテントがこうやって張ってたら明らかにあれよね。まあ明らかにね。やってますって感じだね。今日ここで寝ましたみたいな感じ。ま、そういうことか。まあこんな感じじゃないですね。ということで、初めての、ツェルト。あの知ってる人は違いますよっていうのを。いや、ぜひコメントが欲しい。これで、まあおそらくコメントだらけだろう。違うぞ。絶対違う。絶対違う。絶対これじゃないっていう。絶対こうこうだと思う。面白いね。勉強やね。ね、勉強だね。勉強はね。まあマスターしていけばもっと楽しくなりそうやね。まあでもこれでテントだったらすごいね、軽く小さくなるからいいかもしれないね。うんうんうん、ね、うん。はい。ということで、まあ貼ったけどもう片付けます。はい、では、今回は、旅の達人にツェルトを来てもらって、いう感じでした。はい、では、今日はこれで終わります。どうもご視聴ありがとうございました。はい、最後に一言。はいはい、最後に、これからあんまりなかなか出てこれなくなるとは思いますけど、池田さんのチャンネルをよろしくお願いします。はい、どこに行くんでしたっけ。旅に出るよね。旅に出ない。かなり長い旅に出る、ね、長い旅に人生という後悔に出ないといけないから、ね、なるほど。はい、では、まあ、頑張って、はい、行ってきます。はい、じゃあねー。